ごちそうさまでした。皆さんこんにちは、運転手の翼です。本日は JR 奈良線と京阪電鉄京阪本線の東福寺駅にやってまいりました。重要文化財に指定されてある歴史的な建造物が有名な東福寺というお寺からこの名前が付けられたそうです。それでは早速東福寺というお寺へ行ってみましょう。東福寺駅東改札口を出ましょう。東福寺右ですね、右へそのまま曲がって進んでいきましょう。地図じゃ分かりませんでしたけど、九条通りって上を通ってるんですね。では九条通りをくぐって進んでいきましょう。説明が難しいんですけど、なんかやっぱどこか東京らしくない街並みですね。交番が見えてきましたんで、さあこちら手前を左に曲がりましょう。東福寺の北門が見えてきました。中に入っていきましょう。北門の横にはくぐれませんけれども仁王門があります。この雰囲気はもう完全に京都っぽいですね。もっと車が、危ない危ない。大本山東福寺って書いてあります。さらに進んでいきましょう。まだ東福寺の境内には入っていませんが、こちら雅雲橋という橋です。なんといきなりですが重要文化財に指定されている橋なんですけども、でもこんな感じで生活用の道路として利用されています。ああ涼しそう。見えてきたのは東福寺東側にある久坂門ですけれども、日本のお寺ですのでやっぱり南側の門から行きましょうか。では久坂門を素通りして方角でいう南側にどんどん進んでいきましょう。突き当たりを左に曲がると、さあ門が見えてきました。右側に見えるものが勅使門だったと思います。普段は開かない門ですけども、ですので我々一般の参拝者が入る門は、こちらの六原門という門です。六原門から東福寺の境内に入っていきましょう。お、足元が、よいしょ。境内緑が多いですね。あ、まず中入って右手に見えてくる大きな大きな門が見えてきました。こちら三門と言います。三は数字の三です。見えるかな、見えるかな。足元見てください。入り口が合計1、2、3、3つあるので三門と呼ぶそうです。誰かさんが休憩中です。こちらの三門はちょっとくぐれそうにないので、奥にある本堂へ行ってみましょう。本堂が見えてきました。東福寺が完成したのは鎌倉時代1255年、工事におよそ19年もかけた大規模なお寺です。
当時勢いのあった奈良県にある東大寺と興福寺の名前を取り、東福寺と名付けたそうです。まあ今でいう何でしょうね、勝手にしやがれと渚のシンドバッドを合わせて勝手にシンドバッド、まあそんな感じです。奈良県の東大寺といえば大仏さんですよね。実はかつて東福寺にも大仏さんがいらっしゃったそうなんですけども、でも戦争によってちょっと大仏さん、亡くなってしまいました。で、実は現在大仏さんの左手だけがこの中に残っているそうです。拝観料400円を払い、こちらから通天橋の中に入っていきましょう。三脚を使わなければいいらしいですね。あ、パンフレットもらってないわ。もらいましょう。先ほどは雅雲橋を渡り、今回は通天橋という橋を渡っていきます。下が木ですね。秋になるととにかくモミジですごくいい景色が見られるそうです。ちょっともうまだまだ春ですので、モミジまではもう半年ぐらいかかりますけれども、橋というだけあって、下を鮮玉館という川が流れています。通天橋を渡りましたけど、もっともっと上の方まで行けそうです。登っていきます。入って左側にあるのが不問院、そして一番奥に見えるのが開山堂というそうです。本堂側からこちら側まで移動するのに、一旦下の川まで降りなければなりません。そんなお坊さんたちの苦労から通天橋が架けられたそうです。では帰りは通天橋を使わずにお坊さんたちの苦労を味わいに行きます。ね、下りの階段が続きますね。この橋の下にあるのが鮮玉館というちっちゃなちっちゃな川です。下ったということは登るということ。登っていきましょう。ちょっともうつづじさんたち枯れ出してますね。季節が良ければ、もう少し咲き誇っていたんですけども、お花枯れちゃってる。通天橋を渡らずとも、本堂側に戻ってこられました。やった。北条の中の見学、そして御朱印は北条の横にあるこちら庫裏という建物で受け付けているそうです。橋がもう一つあるそうなので、庫裏の横を通って3本目の橋探しに行きましょう。
ラスト3本目、円月橋です。これで東福寺三名橋かな、三名橋を全て制覇しました。ちょっと下穴が開いてますね。ああ怖い。禅道と呼ばれる禅専門の修行道場、その横にある本日のラストスポット。さあこの横に長い建物、一体何だか分かるでしょうか。東寺という名前の建物です。福井県の永平寺にも東寺という建物がありましたけれども、覚えていますでしょうか。そう、日本最古のトイレです。せっかくなんで女子トイレ、あ違った、トイレを覗いてみましょう。室町時代のトイレって中どんな感じだったんでしょうかね。失礼します。本当に失礼なことしてますよね。なんだこれ。中仕切りがありませんね。横の人と用を足すのが見えてしまいます。うわ恥ずかしい。さあ今回の由来機構、皆様いかがでしたでしょうか。日本最古のトイレのことだけ、記憶に残っているかもしれませんけども、それ以外にも重要文化財、そして三門という国宝がある、そんな東福寺、京都から一駅およそ3分ほどで到着する、そんなアクセス便利な場所ですので、よかったら皆さんも東福寺来てみてください。今後とも駅名の由来となった場所へ行きます。どうぞ皆様よろしくお付き合いください。それではさようなら。